どうも皆さんこんにちは、梅田信之と申します。いつもご視聴ありがとうございます。前回の動画、たくさんコメントいただいて本当にありがとうございます。皆さんね、同じように雨の中の圧巻のねライブ、もう皆さんね泣いた方もいらっしゃる、それからもうちょっと震えるような感覚でしたって方もいらっしゃいました。それから、やっぱりね彼の特別感をねまた改めて感じる時間となりました。あの1時間ね、僕らにとって本当ね宝物になったんじゃないかなと思います。こうね長い人生の中でも、すごく貴重なね時間だったような気もします。彼はねこれからどんどんねますます飛躍していくと思いますが、このね本当この9月4日このライブっていうのが2021年、本当ね彼にとって大きな、飛躍のね年になるんじゃないかなって本当にね思います。旅路、キラリ、ライブ、そしてねまた新たな燃えよっていう曲のリリースもありました。10月からはね、アリーナツアーも始まりますってことで、もうこの瞬間本当ねいつもね同じこと言って申し訳ないんですが、この瞬間瞬間すごく大事です。そして風の時代っていうのがねまたさらに加速していきます。今まで正しいと思っていたことがひょっとしたら間違っているのかもしれない。目でね見えているものっていうのがひょっとしたら思い過ごしだったのかもしれない。いつもね自分の中内に秘めていた自分本当はねこうなんだけど、私って本当はもっとこうなんだけどっていうね、そういうその部分っていうのをもっと出していいんじゃないかなと僕は思います。風の時代ってそういう時代なんじゃないかなと思いますね。耐えて我慢してね、嫌な先輩にぐっとね言われてもぐっとこらえて、そしたら明るい未来が待ってるから3年頑張りなさい、5年頑張りなさいっていうねことを言われて僕らも育ってきました。だけどこれからは違うような気がします。違和感を感じたならその感情その環境ね捨てていいと思うんです。次のね明日明後日に持っていく必要ないんじゃないかなと思います。彼もライブ中言ってました。休んでんやでって、解放されてほしい、自由でいてほしい、人はみんなそもそも自由だってね、ビジネスで成功されてる方なんかもよく言われますよね。自由でいいと思います。僕も本当そう思います。やらなきゃいけないことね、例えば生活のために必要なお金を稼がなきゃいけない、そうは言ってもね、ね、そんな綺麗事ばっかり言わないでほしい、そうやって感じる、そう受け取る方もいらっしゃるかもしれないんですが、ちょっと難しいかもしれませんが、そういうね時間、自分らしくいれる時間っていうのを少しずつ増やそうと意識していると、本当にね目で見えてくるもの、感じることが少しずつですが変わってくると思います。僕ねこんなど素人、本当ね別にその心理学の勉強してるわけでもないし、スピリチュアルな力があるわけでもないです、霊感があるわけでもないです。別にね藤井風さんみたいにすごくピアノが弾けて音楽がねできる、歌がうまく歌えるわけでもありません。普通のただの人です。だけどそれでも分かります。なぜね今この時代このタイミングで藤井風さんみたいな人がぐっとね注目を浴びるのかっていうことをねよく考えると分かると思います。彼が言っていること、彼がね彼の何行動佇まいを見ていると感じるものはあります。これからねああいう人が本当のリーダーになる時代がもうね本当すぐそこに来てると思います。なのでこの感情、皆さんねこの感じたねこの本当に感じたこと、人がいるからねこういうとことか、こういう場面だからこういうとこっていうね建前上のことではなくって、本当に感じていることっていうのをこのねチャンネルでも感想でもねいつもね皆さんくださってると思います。その感情を持っていきましょう明日に。これが正解です。これが僕はねこれからの時代正しいと思います。なので、本当ね思いをだけをね皆さんねコメントいただけたらなと思います。僕本当にそれね嬉しいです。なので、皆さんでねどんどんまたね彼の音楽活動、彼の発したこと、彼の動きなんかも皆さんで、ね、ここでねシェアできたらいいなと思います。すごく大事な貴重な本当にいい時間に、ね、なっています。これはね間違いなく。なのでこの風の時代、これからね2021年22年と続きますが、本当に大変なことたくさんあると思いますが、皆さんで乗り越えていきましょう。乗り越えれるからこの時代に僕らは生まれてきてるわけなんで、しっかりね みんなで乗り越えていきましょう。そういうチャンネルに、ね、なっていけたらいいなと思って僕も一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。ちょっと前置きが長くなりましたが、今日ね
燃えよドキュメンタリーってことで、あの動画ね、僕ね、あの動画、ダッチ東京山田監督がね急いで作ってくれたんだと思います。ありがとうございます。あの動画ね僕大好きなんですよね。もう本当ねリアルに15回ぐらいも見ましたが、あのねまさにライブのドキュメンタリーでもあり、燃えよって曲のドキュメンタリーでもあり、まあ、いろんな意味がね詰まったここ最近の藤井風さんのこと、スタッフの皆さんのこう感情なんかもねすごく出てきてて、すごく大好きなんですが、まあ、ちょっとね、まあ、ざっくりですが、ちょっとそのドキュメンタリーの映像についてちょっとお話ししたいなと思いますので、よかったら最後までお付き合いいただけたらなと思います。まずねちょっと前回の動画でも言ったんですが、ね、ハワイアナスサンダル、僕ちょっとねもうこのハワイアナスっていうサンダルの時代はもう終わったのかなと。今ねいろんなブランドさんがあのちょっともうちょっと楽なやつあるでしょ、厚みがあってこうねカバーしてくれるような、グルカサンダルとかいうのかな、そういうのとかいっぱい種類がたくさんあるんで、もうハワイアナスみたいな超アナログなぺったんこのね本当ザ・ビーチサンダルみたいなね全部ラバーで、ああいうのってもうちょっと今流行んないのかなと思ってました。僕も今年の夏も多分1回ぐらいしかまだ履いてないんですよ。履かなかったんです1回ぐらいしか。もうちょっとこの時代終わったのかなって若干寂しい思いしてたんですが、ここに来てね9月4日パンと見たら、あやっぱこれハワイアナスだと思って、よかったです。ちょっと僕はね嬉しかったんですが、まあ概要欄にね前回の動画の概要欄にも貼り付けましたが、あのまあこのムードねこのタイミングであ可愛いなと思ったならね2000円ぐらいなんですごく安いんでね1個持っててもいいのかなと思います。はい、色のカラーバリエーションもね豊富です。ちょっとねあのカスタムが効いたやつとかもいろんなバリエーションがあるんで、よかったらね見てみてください。また今回も概要欄に貼ってますんでよかったら見てみてください。それからねこれカラス、僕ねカラスはね気をつけてくださいね、藤井風さん気をつけてほしいんですが、カラスってねなんかちょっとフィーリングなんですかね、こうゴキブリとかと一緒で、あの嫌だなと思ってきませんか。なんかゴキブリいそうな予感がするな、パッていたらいたりとか、僕昔ね20代の時に、自転車乗ってていつだったかな、仕事の帰りで自転車乗ってたら、カラスがねずっとついてくるんです、上を。なんでかなと思いながら、まあ、あんまり気にせずに音楽っていうのも聞きながらずっとね、でいよいよね自分のマンションに着くかなって頃になんかねまだいるんですよ。なちょっと怖いなと思ってちょっと急いでぐっと漕ぎ出したらどんどん近づいてきて、結局最終的にパッと見た時にはここにいたんですね、カラスが。うわっと思ってポンとつつかれてさーっとどっか行ったんですね。何か僕に伝えたいことがあったのかなと思ってちょっと今でも忘れられないんですが、すごい怖かったんです。カラスってなんかね感じるものがあるのかな、わかんないけど、ちょっと僕になんかね警鐘を鳴らしてくれたのかもしれませんが、まあそれが何だったのか覚えてませんがね、カラスってねすごいんです。だからちょっと藤井風さんのね出ているオーラを感じて寄ってきたのかもしれませんよね。カラスはね本当に気をつけてください。それからねこの傘さしてこれね、あの下見の時ずっと雨でしたっていうねずつさんのコメントもありましたが、もうザーザー降りでしたねこの時ね、まあ、僕も持ってるこの黄色の T シャツね着てるね、あのシーンね、もうザーザー降りでちょっとね傘差しながらねちょっと子供のようにこうね下を触ってるこのシーンね、すごくあのキュンとした方ね多いんじゃないでしょうか。僕もなんか可愛いなと思いました。この彼がねあのステージ立ってたわけなんで、ちょっとなんかこうねまた本当に同一人物かなと思うぐらい、まだねあの24歳の青年なんですよね。そういうところもまたねキュンとくる人多いんじゃないでしょうか。それから、これねこれも皆さん思ったと思います。走ってましたね、あのタッタっていうねハッシュタグタッタっていうのも有名になりましたが、アプリね、あの走ってる、体力作りでね走ってたんだと思うんですが、ヘアバンドね結構してましたね一時期ね、藤井風さんヘアバンドしながら走るとまあ大体落ちます。でこのシーンね、あ落ちるって思ったでしょ皆さん、落ちるよって思ったら落ちた、このシーンね、このシーンがすごく僕はねなんかホッとしました。あのピアノの前に座って歌い始めるとすごい人になっちゃうんですよね、藤井風になっちゃうんでうわってなるんですが、こうやって
普通のねことをしてくれてると、あのね、風くんっていう風にね、風くんって呼べそうなんでね、あのこの時ちょっと安心します。24歳の青年にね、たまに戻ってくれないと、ちょっとね、あのすごい圧倒的な存在で、ちょっとね、あのパワーすごいよね。たまにはね、やっぱこういうシーンも見せていただきたいということで、このシーンね選びました。それからまあ多分本番直前のこのシーンだと思うんですが、意外とスタッフの方がねたくさんいるんだなって感じた方もいらっしゃると思うんですが、最初にね、あのまあ皆さんでこう集まって円陣組んで、彼が God bless us って言ってるシーンだと思うんですが、ここね、よし行くぞって感じ、ちょっとゾワッとしました。あのやっぱね、あの彼がリーダーってことですよね。彼のライブなんで、すごくね、あの雰囲気、この緊張感、いろんなものをなんかちょっと臨場感を、ね、感じました。このシーンすごくね好きでした。あとね、最後にやっぱりね、僕ね一番何回もね泣きそうになるというか、ちょっとジーンときたとこが、やっぱりねズッツさんとの距離感、マネージャーね、河津マネージャー、通称ズッツさん、彼が、まあ、例えばこのうどんのね、うどんのシーン、もうね親父と息子ですよ、完全にね、お前今日これ食ったらもう一回ね、あれスタジアム戻るぞみたいなとか、風邪ひかないよね、気をつけとけよみたいなとか、まあ、ちょっとしたらこの先のね、この構想のこと、いろんなことを考えてて、あんな顔になってるのかもしれませんが、まあ、大変ですよね、このやっぱビッグプロジェクトだし、まあ、なんていうか、これからね飛躍していく、ね、アーティストを抱えてるわけなので、まあ、大変でしょう、本当ね、お疲れ様ですといつもね言いたいですが、このね哀愁漂うこの写真見て、僕あのこの前丸亀線に来ましたから、これね本当にずつさんお疲れ様です。で、藤井風さんね、あの写真ではよく見えなかったですが、今回の映像見たら結構ね、あの天ぷらをこんもり、彼はお肉系食べないんで、多分野菜の天ぷらでしょうね、うん、すごい結構食べるんですね、はい、まあ、若いですからね、食べ盛りってことで、はい、そういうことです。あとね、これ皆さん、これね、このシーン同じこと感じた方たくさんいらっしゃると思います。ズッツさんが肩をポンって叩いていくシーン、もうこのシーンはね、もう本当ね泣きそうになりました。もう泣いた方もいると思うんですが、なんかやっぱね、ズッツさんで良かったんだろうなって思いますよね。いずれにせよね、どちらにしても藤井風というアーティストは世にね出ていたかもしれません。きっとね有名になっていたでしょう。だけど、今みたいな形ではなかったと思います。今みたいなカラーではなかった、それはズッツさんじゃなければそうじゃなかったと思うんですね。なので本当に今がベストだと思います。本当ズッツさんがね、頑張って彼の地元家まで行ったっていうね、まあ、そういう動画も作ったことありますが、もう本当それに尽きる。ズッツさんとこの風さんのね、このタッグで本当に良かったのって本当に思います。まあ、改めてね今回思いました。このねポンと叩いていくシーン本当に素晴らしい、グッときました。大好きです、大好きですね、このシーン。それからね、 T シャツ、もうお気づきの方たくさんいると思うんですが、 God bless us グリーン、刺繍があれと、刺繍がなんかシルバーっぽいね、白ホワイトのような、シルバーのような刺繍、そして後ろね、背中を見たらちょんちょんフリーって書いてあるんですよね。これスタッフ T シャツでしょうね。これ販売してくれないかなってちょっと思いました。お声がたくさんあれば作ってくれるんじゃないかなと思うんですが、どうなんでしょうかね。なんか力がある方誰か言ってくれませんかね。僕は力がないんであれですが、こうやって発信することでひょっとしたら誰か見てるかもしれないんで、一応言っておきましょうかね。God bless us あの T シャツ、スタッフの方が着ていた後ろがねちょんちょんフリーの T シャツ、あれを、着たいあれ欲しいです。皆さんね、記念に残ると思うし、まあみんなライブ見てるわけなんで、2021年の記念としてね、フリーの T シャツね、ぜひ欲しい、販売してほしいってね、一応言っておきましょう。販売してほしいってことで、ね、言っておきます。はいはい。まあちょっとざっくりね、こんな感じで、5分39秒の動画です。まだ見てない方もしいらっしゃいましたら、いないと思いますが、もしいらっしゃいましたら、燃えよっていうね新曲に乗せて、彼の
ライブまでのドキュメンタリーを、流してくれてる動画です。めちゃくちゃいいです。あのライブはもちろんいいんですが、その後にドキュメンタリーぜひ見てください。燃えよって曲もめちゃくちゃいいです。本当にね、あの明日があるさっていう曲ありましたが、明日なんて来ないっていう曲なんで、なんかちょっとね、えっと思う人もいるかもしれませんが、これが今のね時代の捉え方なんだと思います。今この瞬間瞬間を一番大事にねしましょうよっていう、まあ、最初にね話の話なんですが、まあ、本当にあの藤井海さんね、本当ね、あの言ってることが僕本当に共感持てるんですよね。なので、まあ、燃えよって曲もね、またもうちょっと聞いてからまた皆さんでね、僕もねあの発信したいと思いますので、皆さんでシェアしましょう。ということで今回は、このドキュメンタリーについてね、ちょっとお話しさせていただきました。共感していただける方がもしいらっしゃいましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。あ、そうそう、それからですね、夏の香り、夏の香りは、明けおめ配信の時に、お話をされてました。これ視聴者さんから教えてもらいました。夏の香りはもともとね、罪の香りが夏の香りだったっていう話をね、明けおめ配信の時に言われてます。よかったらチェックしてみてください。ありがとうございます。教えていただいて。それから、ラジコっていうアプリありますよね、ラジオの。あのアプリのプレミア会員っていうのになると、ヒールズワールド、音源をね、音声を、聞けます。それから、なんか録音できるアプリもあるのかな、あるみたいなんですが、ちょっと僕あの詳しくないんであまり偉そうに言えないんですが、よかったらね、ちょっとラジコの方からちょっとね、時間ある方見てみてください。それから、本日6日、本日6日、月曜日、9月6日月曜日の、夜のね9時54分あたりから、報道ステーションで藤井海さんのインタビューがあります。特集がね組まれてるみたいなんで、若干ね時間が、押したりする可能性もあるみたいなんですが、大体それぐらいの時間から、あるみたいです。本日、9月6日月曜日、お日夜の夜の9時54分頃が報道ステーションです。よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。